落ち込んでるはずのあいつが最近浮かれてると思ったらこういうわけだったのか。君、もうジョジョとキスはしたのかい？まだだよな。初めての相手はジョジョではない、このディオだ。春崎さんとはキスまだよね。当たり前だろうが。では覚えておいて、あなたの初めての相手は春崎千葉ではない、この夏川マスズよ。今のはジョジョ第一部屈指の名シーン、ディオに無理やりキスされたエリナのパロディですから、同じジョジョファンであるあなたが相手じゃないと。パロディネタだったんすか。君の初めての相手はこの花園香織だ。この汚らしい野郎が。すごくベリッシマ、ずっとずっとこの時を待っていた。よし、ディモールト、ディモールト、よくやった。いいぞ。じゃあ前に。モハメド・アブドゥル。イエス、アイアン。ミノリをナンパナンパしたのも、イエス。リンゴをここに連れてきたのも、イエス、アイアン。勝ったな。ハゲハッ。見せてあげるわ。ドラ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 ドムリ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 。ジョジョか。次はジョータロー。貴様だ。やろう。ディオ。ほう、向かってくるのか。逃げずにこのディオに近づいてくるのか。ほうほう。では十分近づくがよい。ラッシュの速さ比べか。あんたの敗因はたった一つ、たった一つのシンプルな答えで、だわ。あんたは私を怒らせた。無駄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 。やれやれだぜ。やれやれだぜ。どうやらここまではついてこなかったようだな。そのようですね。そこ静かにしろい。お嬢様。あれはピカピカに磨き上げられた銀食器。それは一流の執事の象徴。少年よ、俺は人間をやめたぞ。エリー、フリー。バトラーの語源はお屋敷に貯蔵してあるワインを管理するもの、エトラーから変化したもの。ワイン、ヴィンテージもののワイン、バイオレットオーバードライブ。チッ、ボルトナイトイエロー。水に関係のある商売とだけ言っておこう。それ水商売だよね。店の名前は凱旋門だ。フランスの凱旋門と英語の凱をかけているのか。さすが鴨の沖っての俊英鎌取り家。
俺たちにできないことを平然とやってのける。そこに痺れる憧れる。でもさ、やっぱりアニメとか漫画とかゲームとか講義的には娯楽、英語で言うとエンターテインメント。地球の娯楽は宇宙一。箱殴りにしろ、スープだボーサー。私のホタテ&パイタンにはいかなる強敵にも立ち向かう覚悟がある。この梅の森キス様の超絶テクを。プラチナだ。いや、ダイヤモンドかも。この梅の森キスは飛んでいる弾丸を掴むほど素早く精密な動きをする。なんか自分で解説してる。オラオラオラ、どうしました？じゃあお前が買ったのって持ち帰っていいのか？お前、まひろさん。なんだよ。バレなきゃ犯罪じゃないんですよ。そのためにはただ役割を演じるだけでは役者不足、役を破壊する気概が必要だ。あ、クリアですね。それよりなんだよこの生物。ルルイエ直行水上タクシーのダゴンくんです。ベリッシュも可愛いでしょ。お前らの美的センスはどうなってんだ。なんかちょっと堅苦しいけどコスプレみたいで面白いな。これ地図に来てくれ。ステフも似合ってるな、そのドレス。ギョンコン、違います、違うんです。何と戦ってるんだ。多分自分と。なるほど、大国の庇護下で生存を得る。悪くない計略だ。でしょ、なら勝負を降り。だが断る。呼べよ、早く呼べ。だが断る。この空白が最も好きなことの一つは、自分が絶対的優位にあると思ってるやつに、なんと断ってやることだ。何？この岸辺露伴が最も好きなことの一つは、自分で強いと思ってるやつにノーと断ってやることだ。一度は言ってみたいセリフ第4位、リアルに言えたな。チョークチョーク、ハチスイズナでございます。キングクリムゾン、キングクリムゾン。この耳も麗しき幼女よ、お兄さんと遊ぼうか。何、ただの怪しい人なんですよ。よーし、よし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 。このガキが。このジョルノ・ジョバーナには夢がある。アリーベ・デルチ。